左に振るって感じがだいぶできてきた。やっと意味が分かってきた、うん、チャグル TV 始まるよ。このままクラブを絶対に返さないで、はい、体の回転で突き出して、はい、遠心力で、そう、左サイド勝手に後ろに引けますね、うん、こうやらないと。これは右が背屈した状態じゃなきゃ意味がない、はい、ロックしたまま手首がフリップの形になってると、これやったらシャンクじゃん。だから体の回転でヘッドを走らせないでターンして、はい、ああ、でもトップしても球強いですね、うん、はい、ヘッドスピードだけで言うなら、はい、もしかすると、はい、こうが速いかもしれない、はい、これは、はい、遠心力に対して引っ張り続けてるから、はい、回転スピードがずっと乗る、はい、カチカチしたまま打つ素振りとセットもので、そう、これが左に振るって感覚。ヘッドを左に振るんじゃなくて自分を左に振るってこと。運動だからまあどうせ左なんだけど、パターとかこの上半身だけしっかり左に振る。そう、力関係は一緒だから全部。だからアプローチでもまっすぐ出そうとしてこう出ちゃうのはおかしいってことね。パターだろうがアプローチだろうが、そうね、ちょっと特殊な切る感じなしで行きたい時はあるかもね、はい、左足下がりでペースに乗せたいとかならあるかもね、はい、アプローチ。ああ。そう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 。あ、でもいいセット。今すごい叩けたな。だからどこまで行ってもインパクトの時この形がもう大前提だから。はい。そう。ここまででもやんなきゃいけなかったです。まあ言うてこれ来始めて最初から言われてることですもんね。うん、まあまず。右に振りたくてしょうがなかったもんね。チーピンでしたからね、まず。そうよ。綺麗に一番いいとこ当たってます。このまま遠心力でマックスだけど絶対に起こさない感じだから、最後肘抜けてこうでいいから、そう、そうそうそう、お右膝がちょっとぐねった少し怪我しないで OK OK、はい、あ、でももろ力乗りますね。自分に対してヘッドの距離が変わらないから、はい、安定する、こっちの方が、うん。おぉ、分かってるじゃん。OK。いや、当たりがいいっすね、うん。もうちょっと左手も参加してカチカチした。トップで。お、ドロー入った。OK、ドロー。まあ、これが左に振ってドローが出るっていう、フリーザーなら最終形態だね。まあ、でも、調子のいい日、なんかフェード打ちってああいうドロー出たりする。そうだね。結果いいんだけど気持ち悪いっちゃ気持ち悪いっていう。狙ってないよみたいな。でもあれが出てる日は大体調子いい。左に振ってドローが一番いいよね。はい、うん、ちょっと押し切れてないけど、うん、まあ。低い位置から厚く当たってるからまだ抜けがいいですね。遠心力で突き出す。でもいいね、結構いい球でしたね。あのアゲンストに超強い球って感じで、ちょっと深めのセミラフ行ってフライヤーするかどうか怪しい時にああいう、うん、いつもあの当て方だったらその多少芝が浅、うん、深いとこ行っても、うん、計算立ちますね。まあ片山さんがラフから歯当てるもんね、ウェッジで、はい、そう、ウェッジやりたいですね、これを。あれはすごいね。縦合うでしょって感じだね。でも、洋芝のラフほどいいですね。このトップ、ハーフトップさせたぐらいの感じ、うん。これあれですよね。本当はもっと、こう、踏み込んでこっち行けたら本当はいいよ。感覚的には、もう少しこっち行きていい。で、ここで回っていい。あ、で、右サイド押してっていい。右の肩が前に行く感じ。あ、はい、そこそこ。足首硬いから。おお。自分に対しては右飛んでいくような感じ。かなり減った後ろだからね。ドライバー打ったら余計に。後から飛んでいく感じだよね。
その球打っときゃ。と風に強そうっすね。あ、ちょっと引っ掛けて。まあでも当たりはすごい、うんうん。ちょっとほぐれる。ちょっと落ち引っ掛けて。ちょっと起きた。え、運動で回ろうと思って、まっすぐ出したがるから。はい。はい、だから押しちゃうってこと。そう、丸く回って。うんうん、よくわかってるな、最近。全部離さなくても通じる。あ、左も支えなきゃいけないです、うん。いいこと言うね。左手の意識がちょっと薄い。そう、左の意識が薄いの。両腕で分担し合ってキープだから、はい、片手じゃない。これこれ。めっちゃ強い球。こんにちは。こんにちは。爽やかな。小西貴則プロです。去年初シード獲得して、2023年、全試合出場、はい。初シードなんだけど、プロになったのは20歳ですけど、まあ21の年ですね。うん、21の年。情報が細かいな。そうです。30年1月なんで、まあ周りは21になってるけどっていう。だから、20歳でいいのか。ちょっと微妙な。もう細かいんだってね。合格から10年で、初シードって、はい、田村光松さんとか。ねえ、見るようになって何年？ちょうど3年前ぐらいじゃないですか。3年前、はい、黒にだよね。でもこれを黒と思ってしまうと多分できなかったですよね。どう思ってやってたの？これしかないですからね。これしかないけどさ、はい、裕福な生活じゃなくても20歳でプロになってね、はい、その中10年やってきたモチベーションって何だったの？モチベーション、もうこれしかないっていうのもあるし、うん、やった以上は、なんて言ったらいいですかね。うん、自分で、まあ、なんとなくやり続けちゃったっていう、このままじゃ納得できないっていう思いますし、うん、こう、プロで活躍したらちゃんと球打ってるのに自分打ててないから、あのぐらい球打てれば、なんか稼げそうだな。あのぐらい球打てて、もう稼げないったらすっぱり諦めるけど、うん、当時伺った時とかは、もう、チーピンのパレードとか嫌がって握ったりとか、ちょっと、本当にプロなのみたいな感じで、ゴールだったんで。そこまでひどくはないけど、でもプロ通った時に新人戦勝ってんだよね。そうですね、まぐれ的になんか勝ちました。で、そこからどうしてたの？俺も聞いたことないけど。はい。なんかチャレンジでたまに上位入ったりとか、よくわかんない。QT はそこそこずっと良かったの？2日目終わって7位とかいて、で最後落として35とか、まあプレオフやって、今でもシャンクしたりとかして、もう目の前、あ、来年出るんだってシャンクして、もう落ちたっていう感じ。一応ジュニアの時からやってて、ちょっと前でやってなかったんだよね。まあ大体14から18ぐらいの間やって。ね、ゴルフをやってなかった、はい。真面目としか言いようがないよ、ゴルフに対して。そうですね。まあ真面目っていうか、教わってやり続ければ、まあ結果が出るっていうことなんで、うん、まあ結果が出るってことは、まあ応援してもらってるしも答えられるってことなんで。そうだな。25から大阪移り住んで、うん、関東にいたんですけど、関東にいる時からも応援してくれるしも、うん、まあいい報告ができ始めてるなって思って、うん。結構でもみんな喜んでるやろ。なんか元々は葛飾出身だよね。そうです、葛飾区出身。まあ、所属のディスタンス？そうです、ディスタンス。会社で大阪にいるんだよね。はい。コロナがあって、QT 日本人トップ、その最初の時は。そうですね、19年の年、4位で日本人トップ。トップなのに、試合がそもそも開催されないとか。はい、今、初戦が終わって、貢献？まあ、23位でしたね。そう、なんか10何位ぐらいにちょちょっといて。まあ、初日がちょっと良くなかったんで、ちょっとそこが。花粉症がやばいんだよね。2日目まではなんとかなったイメージあったんですけど、2日目終わって3日目が。電話の声が笑ったもん。風邪ひいてんのかって言われて。聞いたら一睡もできてないみたいな。アレルギーはね、いろいろ対策してるんだろうけど。あ、まあでも、今年、いろんな準備もしっかりできてきて、ゴルフの組み立てとか、取り組み方とか、あといろんなものをこう分析する力とかが、もうめちゃくちゃ高いで、爆発力もあるしね。結構取り始めるとバンバン取る。もともと来た時に言っても飛距離アップをずっと言ってるんだよね。平均は伸びましたね。あとレーニングもね、めちゃくちゃやって。で、その所属のディスタンスの社長っていうのは、はい、ドラコンで試合とか出てる方なんだね。そうですね。結構勝ってますね。ねえ。だから、まあ、そこで設備とかもあって練習も、いいサポートしてもらってるよね。そうですね。はい。ねえ。環境もね。はい、今年は、まあ、普通にいつ勝ってもおかしくないなと、状況で見えてます。まだまだ下手だ下手だって言ってるけど。試合が終わって、電話の一言目が、あ、うまくなりたいとか言う。いや、ボンミスを結構やらかしてるから。今回、セカンドが入ってイーグルも取ってね。あれはラッキーでしたね。うん。
でも、ギャラリーが全く反応してくれなかったね。そうですね。あの一緒に待った HWU さんが、なんか2個しかないからカップ見たら、あ、入ってるよって言われて、そこで拍手が起きたっていう。とりあえずね、まだレギュラーツアーの優勝はないから、JGTO の競技でね、近畿オープン勝ってるんだね。チャンスはずっと作り続けるはずなんで、でもね、結果なんで、どうこうじゃないかもしれないけど、やることはやってるもんね。そうですね。まあ、そういう確率をどんどん引けるように、チャンスを。そうだね、チャンスをね。勝てればっていう。そうだね。今年4勝って書いてなかった？書き初めに。5じゃなかった。あ、5だったっけ？男子って何試合あるの？26ぐらいじゃなかったっけ？まあ、5回2回ね。チャンスを作ればあり得るでしょ。あの、やるべきことをやってきてるんで。まあ今はね、小西貴教って言っても、多分名前はピンとこないと思います。ちょっとね、今回これを機に、ちょっと小西貴教はね、ちょっと気にしてみてもらって、まあ応援してもらえれば、また力にもなると思うんで。今週は三重県の刀剣太道で、試合があって、昨日終わって、今日はあの、聖地玄玄にね。まあちょこちょこね、こっち来た時は、そこに来てもらって、練習見てますが。まあこの後も、このままちょっと、また練習見ていきますが、まあ、しっかりね、左に触れるっていうことができるようになってきた。意味は分かった。意味はね、かなっていう。結構ね、こう、縦に右に出して、こう、フックしたり、右行ったりとかなってたんで、左に振って、強い球が出る。で、その方がコントロール性も良くて、球が飛ぶから、そうした方が物理的にいいんだけど、まあ、それに向けて、まあ、今やってるって感じです。まあ、これはアプローチもパターンもね。多分、アイアンはまだ手先で操作できるからいいと思うけど、うん、あの、ロングで角を狙うとか、よくミスってるんで、うん、曲げちゃったり、こすって回らなくて。まあ、ビシッといきたいよね。じゃあ、こんな感じで今回は、小西貴教プロに出てもらいました。最後までご視聴ありがとうございました。はい。